丹波笹山市篠山伝統的建造物群保存地区は、兵庫県丹波笹山市にある伝統的建造物群保存地区。丹波笹山市の都市計画によって決定された保存地区であり、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。今年、長武家屋敷群篠山市立武家屋敷、あんま資料館河原町つまいり消化群川畑、 住宅丹波古道館篠山城大正院あたり、保存地区がある城下町篠山は、兵庫県の中東部、篠山盆地の中央に位置する。当地区の歴史は、慶長14年、天下武神により篠山城が築かれ、伴って、城の四方に城下町が整備されたことに始まる。初代城主は松平安重であった。後関延2年、青山忠友が、 丹波亀山藩から違法され、以後青山氏が城主となる。篠山では、追起直後から城下町の整備が進められ、城の外堀周囲には侍町が廃されていた。しかし、明治時代に多くが破却、売却され西側のみに風地をとどめている。城郭の南東の山陰道沿いは、町屋が廃されて、近世から近代にかけての建造物が、現在もの木を貫いている。 この保存地区の範囲は、東西約1500メートル、南北約600メートル、面積は約40.2ヘクタールに及び、城跡とその西側、南側の旧武家地、城の東方の旧山陰道沿いの町人地を含む、篠山の空中写真。篠山城を中心に、四方へ整備された城下町の街路形状がよく残されている。南を流れる川は、篠山川 1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。当地区内は美しい日本の歴史的風土100選、丹波笹山城下町を訪ねる道として美しい日本の歩きたくなる道500選にも選定されている。ありがとうございます。